いつもご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。その名優ことゆっくりまみぞうじゃ。今回は2021年度愛知大学の高校別合格者数を発表していきますよ。一般入試の合格者数じゃよ。では読み上げていきますよ。第30位日進西高校、第27位刈谷高校、豊田北高校、川越高校、第26位五条高校、第24位春日井高校、高高校、第23位豊ヶ丘高校、第22位高蔵寺高校、第21位高南高校、第20位西尾東高校、第19位豊田南高校、第18位春日井南高校、第17位豊橋東高校、第16位小牧南高校、第15位名古屋南高校、第13位朝日野高校、一宮西高校、第12位松蔭高校、第11位西春高校、第9位西尾高校、新川高校、第8位岡崎西高校、第7位安城東高校、第6位岡崎北高校、第5位一流東高校、第4位一宮南高校、第3位津島高校、第2位刈谷北高校、第1位一宮高等高校。はい、ここまでが愛知大学の合格上位校となります。では最後に、またのご視聴、お待ちしております。